皆さんこんにちは。こんにちは。ナビゲーターの野中七海です。小次郎講師です。助手の広瀬俊です。さあ、小次郎講師のトレード入門、前回から RSI に入っております。今回は小次郎講師流の見方ということで前回よりもさらに深く RSI を見ていきたいと思います。はい、それでは RSI の第2回目テーマを俊さんお願いします。はい、本日はですね、小次郎講師流の詳しい RSI の解説をお願いいたします。はい、はい、じゃあ始めましょうか。お願いします。じゃあまず RSI 誰が作ったのかっていうところからね、お話しさせてもらいますけども、はい、J. ウェルズ・ワイルダー・ジュニアって方が作られまして、はい、この方はテクニカル指標、テクニカルの勉強、チャート分析の勉強をしている人にとっては神様です、この人は覚えておかなきゃいけない。聞いたことありますよね。ワイルダーさん有名ですよね。聞いたことありますよね、うん、なぜワイルダーさんが有名かというと、この人一人で RSI を生み出しました、 ATR を生み出しました、パラボリックを生み出しました、 DMI を生み出しました、ピポットを生み出しました。これ以外にもあるんです。もうテクニカル指標マニアなんですね。もうね、他の人はボリンジャーさん、ボリンジャーバンドとかね、はい、一目三人さん、一目均衡表とかね、大体一人で一生一つですよ、はい、一個作りゃいい。もう一個作ったらもうそれで素晴らしいですよ ね後世に名前残るのに。ところがこのワイルダーさんは一人でこれだけ作って、はい、それが全部有効だということで、いまだに使われてるってことですから、はい、まあ天才中の天才ですね。この RSI 正式名称はリラクティブストレングスインデックスって言いまして、はい、日本語では相対力指数というね、かっこいい名前がついております。で、このワイルダーさんが1978年に名著、はい、ワイルダーのテクニカル分析入門というものを書かれました、はい、これパンローリングで出ておりまして、はい、少々お値段が高い本ですけども、お値段が高い本ですけども私はおすすめです。この本を読むと、はい、まあ、一般のね、インターネットとかその他で書いてる解説とは一味違う解説がここには出ておりますから、ちょっとお高いんですけどね、立ち読みがいいかな、ね、と思います。結構昔の本ですけど未だに通用することが多い。そういうことなんです、ね、でその名の通り、売り勢力と買い勢力の相対的な力関係、こういったものを示す指標で、オシレー体系指標、前回勉強しましたね、はい、その代表選手というふうに言われております、はい、そして実は RSI がどこからできたかっていうね、ここからお話をすると、はい、RSI ってものがよく分かってもらえるんですよ、うん、で RSI がどこからできたかっていうと、実は起源はサイコロジカルラインというですね、はい、そういうテクニカル指標がありまして、そこのところの進化系として RSI が出てきました、うん、サイコロジカルライン、ナナミ聞いたことはあるでしょうか。ありませんあるでしょうあったかな。サイコロをこう振るね、はい、あのテクニカル指標ではありません。違うんですね。サイコロを振るテクニカル指標ではありません、はい、心理的な方の。これ非常にあの、ね、名前がかっこいいでしょ、なんとなくね、かっこいい名前で未だに使われるんですけど、実はもうこんなにシンプルなのでね、本当にいいのかっていうのが実はサイコロジカルラインなんですけど、めちゃくちゃ単純、うん、こんなシンプルなものなんですけど、実はサイコロジカルラインを使ってる方も意外とその計算式知らなかったりするんで、はい、ね、残念ですね。これどういうものかというと、過去一定期間、例えば10日にしましょうか、はい、10日の中で何日上昇しましたか、何日下降しましたか、例えば7日上昇して3日下がった、こういうことがあると 70% って、はい、こういうことなんですね。その一定の日数の中で、上がった日が何日ありますかということです、うん、それでパーセントにしたもんですから、ものすごく簡単ですね。シンプルです。すごい、ちょっと上がった日もめちゃくちゃ上がった日も同じ上がったよって上がった日ちょっとでも上がれば OK ってことですね。まあ、基本的にこれ何を求めたかっていうと、はい、その例えば一定の日、10日間なら10日間でですね、どれだけ買い勢力が強いか、どれだけ売り勢力が強いか、これを求めようとしたときに、はい、まあ、上がった日と下がった日を割合すれば大体出るんじゃないのっていうことでね、やったんです、はい、で大まかにそれで傾向はもちろん分かるんですよ。やっぱり上昇トレンドがね、勢いを持つと上がる日の方が多いですよね、うん、下がる日よりも。下降トレンドが安定してくると下がる日の方が上がる日よりも多い、うん、ここは間違いないんですけども、今俊君がちょっと言いましたようにね、はい、ほんのちょっとずつ何日間か上昇していると、うん、で最後に大きくドーンと下降があった。下降はたった1日ですっていう場合でも、はい、その何日間で上がったものを1日でこう下がっちゃうってことがあるでしょ、はい、とすると日数だけ数えて
上昇勢力が強いとか、ね、下降勢力がどうだとかいうことはちょっと正確じゃないですね、はい、9日間上がってたらもう 90% みたいな、はい、でも値段はすごい下がってる、ね、下がってるってことがありますよね、はい、10円ずつ上がって最後に200円下がったって言ったら、うん、これはもう下がった方が大きくなるわけですけど、それがサイコロジカルラインでは分かりません、はい、ということでこの問題を解消しようということで生まれたのが RSI で、どのように解消したかっていうと、はい、毎日毎日の前日比、前日に比べていくら上がったか、はい、いくら下がったかってものを計算します、はい、でその一定の日数の中で前日比の上がった分の合計を出すわけですね。今日50円上がった、今日100円上がったとかいう上がった日の全合計、それから今日30円下がった、今日100円下がったとかいう下がった分の合計、はい、その合計同士を足してその中で上がった分がどれぐらいありますかという話にしたんですよ。ですから上がった分が何百円もこう上がってですね、はい、下がった分が何十円ずつ下がったとしたら、下がった日の方が多かったとしても、うん、結果としては上げの方が RSI としては大きな数値になる。分かりますかね、はい、上昇幅合計が全体の値動きの中で何パーセントを占めるかを出したものが RSI とすると、サイコロジカルラインよりもより現在の売り方買い方の力関係を表している、はい、これ分かりますかね、はい、こういう形で RSI ができました。だから相対力指数なんですね。相対的にどのくらい買ってみてる、ね、はい、じゃあこの計算式をもう一回復習させてもらいます、はい、毎日の前日比を計算します。それを上昇した日と下降した日に分けてください、はい、で毎日のって言いましたけど、この日数は14日が一般的、あ14日デフォルトって言いますけど、最初に皆さんが RSI を見た時にね、はい、ほとんどが14日ということになっております、はい、これはもちろん変更可能なんですけど、14が一般的だと思ってください、ね、で A としましては14日間の上がった日の上がった幅を合計しますね、はい、14日の中で10日上がったとしたら、10日上がった分の何円上がりましたかってのを10日分足す、はい、これが A です。 B が14日間の下落幅の合計、14日の中で4日下がりました、はい、その4日下がった分が何円ずつ下がりましたか、この合計を出したものが B、はい、とすると RSI は A 割る括弧 A プラス B、うん、カッコ閉じるかける100、はい、ちょっと数式で書くとね、はい、ちょっと難しい感じがするんですけど、斜め難しくないでしょ。難しくないです、はい、上がった分と下がった分を相殺させて、はい、で上昇の幅で割って、はい、それをパーセントにするっていうことです、はい、惜しいな。上がった分と下がった分を相殺しないとなくなっちゃうね。上がった分の合計下がった分の合計を足します。相殺しちゃダメですね。皆さんも相殺しちゃダメですね。足した分が分母で、はい、その中で上がった分が何パーセントかと、ね、こういうものを出すのが RSI、はい、全体の価格変動、価格変化の中で上昇エネルギーがどれぐらいあったかを示す数値です、はい、お分かりいただけますね、はい、ここで、ね、はい、私がいつもやってる、ね、小次郎講師流テクニカル指標マスターの5箇条というのがありました、はい、覚えてますよね、はい、移動平均線のところでもやりました、はい、これを、ね、もう一回紐解いて、RSI でどんな分析ができるか、はい、ね、こういったことをやると意外と面白いことに気がつきます。お、はい、まず1番目、計算式を、はい、今やったところです ね、14日間の上がった幅と下がった幅を計算して合計の中から上がった幅が何パーセントか、これが計算式です、はい、計算式の意味は理解する、うん、これはその何日間の中で上昇エネルギーがどれぐらいあったかということを見ているのが計算式の意味ですね、はい、じゃあ計算式をもとにその指標はどこを見ているのか、うん、これはやっぱりですね、同じ上昇してる、同じ下降してるとしても勢いがすっごい上昇してる、ほんのちょっと上昇してる、安定的な上昇、いろんな上昇がありますから、はい、上昇のエネルギーがどれぐらい強いかどれぐらい低いか、ね、うん、こういったことを見てるわけです、はい、ね、でいよいよ4番目、バイバイサインということになるわけですけど、はいはいはい、ここで前回 RSI のバイバイサインは 70% 以上が売りサイン、はい、30% 以下が買いサインという話をしましたね、はい、だからといって 70% 以上で売るとか、はい、30% 以下で買うとかいうことが必ずしも正解とは限らない、ね、必ずしも正解とは限らない。だから、はい、果たして、はい、それ売買サインとして正しいのかどうか、うん、じゃあその売買サインの裏付けとなる、
なぜそれが買いサインなのか、なぜ売りサインなのかを勉強しましょうという話が私の教え方ですよね、はい、でほとんどの方がここら辺をすっ飛ばして4番目の売買サインだけを学ぶもんですから、 70% 以上は買われすぎ、 30% 以下は売られすぎ、だから 70% 以上は売り、 30% 以下は買いっていうんですけど、なぜそれが買われすぎなんですか、はい、なぜそれが売られすぎなんですか、で買われすぎだとして、買われすぎだから売ってて本当にいいんですか、うん、30% 以下売られすぎだから買ってて本当にいいんですか、うん、っていうのがこの五箇条をやってる人はそこで疑問に思うんです、はい、あれ RSI を使ってる方はそこに疑問を持たなきゃいけない、この疑問を持たずにやってると RSI が、ね、実は正しく使えない、はい、次回でこの4番目5番目RSI の謎について、はい、皆さんと詳しく学んでいきたいと思います。楽しみですね。どんな謎があるんだろうな、はいはい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。